たまにゲリラで並んでることもあったりします。それやめてください。毎日来なあかんじゃないですか。皆さんこんにちは、ぶどうちゃんです。本日もご依頼をいただきましたので早速読んでいきたいと思います。さおりんごちゃんから、ぶどうさん、播磨町に全品半額のお店ができているんですが、安すぎなので意味がわかりません。なんでそんなに安いのか聞いてきてもらえませんか、ということで、ネットでね、ググったところ、半額倉庫というお店がね、播磨町にオープンしてたんですけどね、確かに全品お店の商品半額ということなんで、めちゃくちゃ安いんで気になりますよね。なので、今日お店を見せてもらえるということになったので、今から行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。えいえいぽう。ということで、播磨町にやってきました。じゃん、ご覧ください。本当に半額倉庫って ありますね。これ明記幹線ですよね。明記幹線があって、ステーキの宮さん、隣にはローソン、マクドナルド、ジョリーパスタなんかがある、向こうにはね、吉野家も見えてます。はい、明記幹線沿いのこちらにオープンしています。店内の商品がなんとレジにて全て半額、書いてますね。定休日は月曜日、金曜日。コロナウイルス拡大の影響による営業時間を短縮しております。状況を見て営業時間を拡大予定です。本当に半額なのか、なぜか、この辺をオーナーさんに聞いてみたいと思います。行ってみたいと思います。ありがとうございます。どうぞ、お願いします。こちらはいつオープンされたんですか？もう本当に9月なんですよ。あ、そうなんですね。はい。これはいろんな方来られてるんですか？あ、そうですね。たくさんの方来ていただいて、なんか YouTuber さんとかね。9月オープンなのにたくさん来られてますね。ホームページ見させてもらったんですよ、はい、で、当日はなんか行列やったということなんですけども、たくさんの方並んではったんですか？いや、もうここ見ていただいたら、このエリアもう全て人で埋まってしまいまして、でもう敷地を超えて行列ができたような感じ。じゃあもう商品ないんじゃないですか？まだどんどん毎日入荷してますから。あ、そうなんですね。毎日入荷するんですか？毎日新しいものが。気になるのが、はい、ホームページ見てもすで、はい、に安かったんです。で、そこからさらに半額になるって書いてあったんですけど、そうです。中には半額にならないものもあるんでしょ？でもここにあるものはもう全て半額です。マジですか？全部半額です。え、なんでなんですか？なんか密輸してるんですか？一切そういう悪いことはしてない。いや、その辺がなんかちょっと怖いんで、なんでかいうの今日聞こうと思って。例えばこの商品、まあ本来は普通はこれぐらいの値段で販売してるものなんですけど、はい、そうですよね。中は新品なんですよ。ただ箱が結構こういう風に汚れてたり傷んだり。なるほど。そうですね、新古品のようなものですね。これはいわゆるネットで、ネットショッピングで購入された方が、はい、そのまま返品されたもの、使わずに返品されたものっていうのがここに行き着くので、中は綺麗だけど開けていたりっていうふうなもの。それでもこの半額ってすごい安すぎないですか？はい、大丈夫なんですか？いや、まあギリギリ薄利多売でやらせていただいて。薄利多売で目玉とか、なんか全部目玉ですか？まあ全部目玉なんですけど、よく売れるのはやっぱりこのティファールがよく売れますね。お鍋ですね。6点セットで、まあこういう取っ手が取れる、まあすごく有名な食器なんですよ。うちにもある、これ。あ、本当ですか？あるある。これ普通ね、ネットで1万円ぐらいするんですけど、それでも8000円なんですね。じゃあこれ半額に4000円に。いや、嘘でしょ。これ大丈夫なんですか？これこれは本当にお店の利益あるんですか？まあ本当にね、ない。これに関してはもう赤字になるんじゃないかなぐらいです、ね。もしかしてこの家賃タダとかですか？いや、そうなんです。ちゃんと払ってるのに。人のものですから。それでも大丈夫なんですか？そうで、まあなんとかね、皆さんたくさん来ていただけるんで、それでなんとか。そうですよね。週に2回以上来て買っていただければ。そうですね。あ、でもこれもどん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 入れ替わりだから、もう毎日変わってますからね。そうです、売れたらもう出ちゃうんですもんね。そうですね。まあこの白いカーテンの後ろにも、はい、実は商品がたくさん並んでるんですよ。あ、そうなんですか。なくなったらどんどん追加していくので、その日の入荷の商品の内容によって、はい、内装とかもちょっと変わってくるので。あ、そうですね、はい、今日来ました、来ていただきました。じゃあ
明日も、いや明日、来られた時に模様が変わって、うん、また新しい、まあ、新鮮な、はい、あのまあ、状態で、まあ、あの見ていただけるだから陳列するその動力をなくしてその代わり限界まで安くしてくださってると、そういうことですよね。そうです、いやおしゃれな店内じゃないと思うんですよ。いやもう こんだけ安くてあの陳列ちゃんとせえよっていうお客さんがいたら言うてきてください。その時お願いします。あのやめときましょう。あとはマッサージ機ですね。これだったら6500円のもの半額になるので、これも安いな、はい、女性の方の商品もあると、はい、そうです。ここはちょっと小さい子向けのざっくり、あこの辺が2700円からの半額、ウルトラマン3000円からの半額ですね。ジャンク品市場、ここに関してはもうジャンク品そのまま通りなんですけど、はい、要はもううちで検品ができていないもの、だからもしかしたら壊れてるかもしれないよというようなものも入ってます。だから半額よりもっと安い品。あそうなんですね。例えばこれですね、これ未検品って書いてるように、まあ、見たら分かるんですけど、はい、一応もう細かく見ていないので検品してない代わりに、まあ、本来もっともっと高いものが、いやこれは半額にならないでしょ。これは半額になりますよ。あなるの。もちろんです、もちろんです。ここからバッチリ半額になります。うちは全品半額です。マジですか。いやであのお客さんが買う前にあちらのコーナーでご自身で箱を開けて検品することができるようになってるんですよ。あ当店の商品がやっぱりアウトレット品訳あり商品なので、はい、購入前にお客様が箱を開けて検品してもいいという、自分で検品できるんですか。そういうことです。おもちゃやったら乾電池がいるものはこれ入れて試してみてもいいってことですか。そうです、そういうことです。いやめちゃくちゃ親切。はい、一回検品してからレジに持っていくって流れで、これは安心ですね。スイッチ今もう定価でも普通に買えないし、いや手に入らないやつですよ。そうなんですよ。それを定価の半額なんで、多分これ店頭に出したらもう殺到しちゃうと思うんですよね。いや絶対行きますよ。なのでもうこれは基本的にはもういつも抽選でさせていただいて、なるほど、はい、販売をさせていただいてるんです。これ抽選日の日程とかはどうなんですか。あ、はい、あのまた次回も予定はしてるんですけど、またそちらはあの SNS とかあとはあのホームページの方で告知しようと思ってます。じゃあこのチャンネルを見てもらったら、はい、ここにじゃあ概要欄でホームページの方を貼らせてもらうんで、はい、そこを見てくれたらいつ抽選日があるかっていうのは発表してくださると。そうですね、インスタグラムとツイッターこちらの方で発信しますので。わかりました、そちらも貼っておきます。たまにゲリラで並んでることもあったりします。いやちょっとそれやめてくださいよ。毎日来なあかんじゃないですか。そうですね。0円のものもあるかもみたいなの書いてあったんですけど、それがこれなんですよ。え嘘でしょ。すべて無料です。お母さんとか喜ぶやつじゃないですか。そうですよ。だから一応ねあの3000円以上購入いただいたらという条件はあるんですけど。あそうなんですね。おもちゃだったりおもちゃだったり、これはね、あ調子に調子に。どん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 、はい、商品入ってくるじゃないですか、はい、そういう情報欲しいんですけど、その時どうしたらいいんですか、はい、インスタグラム、ツイッターやってますので、そちらでもう一番新しい情報が入ってきます。ですのでそちらをぜひチェックしていただければと思います。あそうなんですね、はい、あそういうのあるんですね。あります。ごめんなさい、ホームページしかチェックしてなかったんで、ホームページから飛べますので、そっちからインスタ、ツイッターに飛んでもらって、そしてあの任天堂スイッチ あのキャンペーンの情報だったりとか、あとは最新の入荷情報っていうのが見れるようになります。いやもうそれは要チェックですね。要チェックでお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ安かった。ちょっとオープン前なんでね、買えなかったんですけど、ピョンちゃんとカナイを連れて買いに行きたいと思います。はい。はい。ぶどうチャンネル姫路の種は、皆さんからの情報を元に成り立っております。姫路の種の公式メッセージか、ぶどうチャンネルへコメントください。ということで本日は、播磨町の超激安半額倉庫さんに来させてもらいました。それでは皆さん、また少し未来の播磨でお会いしましょう。さようなら。